さあ始まりました。稲チャンネルファンタジーステイクス2020最終予想。本名場、そして印の方を完全公開していきたいと思います。阪神ジュベナイルフィリーズ最重要トライアルのファンタジーステイクスの予想。ぜひ最後までご覧ください。まずは早速ですね、本名場の発表からいきたいと思います。 攻めますということでですね、ミッキーアイルス3区を今回狙いたいなというふうに思っております。しかしミッキーアイル3区と言ってもですね、メイケイエールじゃない方ですね、えじゃない方の品までですね、行きたいと思いますということでですね、私の本命場はミニアイルで行きたいと思います。 これだけは知っておきたいことについて解説していきたいと思います今年はですね京都ではなくてですね阪神での開催になるんですね毎年ファンタジーステークスは京都開催だったんですけれどもそれがですね阪神の開幕週に変わりましたということでですね阪神ジュベナイルフィリーズと同じ競馬場に変わったということを考えますとですねここがですね最重要トライアルになってくるんじゃないかなというふうに思っております最重要トライアルもちろん大賀賞もですねミス えたですねトライアルということでですね最重要トライアルになってくるんじゃないかなというふうに思っておりますコース形態もですね重要な要素ですのでですねそのあたりも展開解説とともにですね解説していきたいと思います こちらがですね、ファンタジーステイクス2020の展開予想になります。走波時計は1分22秒9ぐらい、前半がですね、34秒1で入って、上がりが35秒3、このようなですね、ハイラップで、サシウマが台頭してくるですね、展開になってくるんじゃないかなというふうに見ております。ということで、ですね、人気場の位置取りを解説していきたいと思います。まずですね、サルビアですね、4枠を引きましたサルビアはこの位置、大体6番手の内側ぐらい、そしてですね、メイケイエール。 メイケイエールはですね、後方11番手ぐらいですね、そしてですね、ヨカヨカはこの位置ですね、2番手から3番手ぐらいで進んでいくんじゃないかなというふうに見ております。今回ですね、かなりですね、ハイラップになるんじゃないかなというふうに予想しております。阪神1400メートルのコース形態がいきなりのですね、下り坂というところですね、逃げたい馬、フリード、そしてヨカヨカ、モンファボリトですね、逃げたい馬、揃っているので、このあたりですね、かなりですね、先行争いは激しくなってくるんじゃないか 下り坂でタイムもです、ね、速くなってきますし先行争いが激しくなってくるとその後ろにつけた馬たちもで,す、ね、できるだけ行きたい馬たちですのでかなりです、ね、ハイペースになってくるのかなというふうに思っております。ということで,です、ね、本命馬はで,す、ね、できるだけです、ね、差し馬から狙いたいところなんですけれども今回ミニアイル、この最高峰の馬です、ね、基本的に最高峰の馬をです、ね、本命馬にするのはです、ね、やめてほしいんですけれども今回です、ね、どうしても狙いたい理由があっ えー、このミニアイルという馬をです、ねえー、本命馬にさせていただきましたかなりです、ね、一か八かにはなるんですけれどもです、ねえー、攻めた予想がしたいということとでで、ねえー、かなり確率で,です、ね、この馬来そうだなというところがありますので、えー、開幕週で差しが決まりやすいです、ね、ハイラップになったときにです、ねえー、このミニアイル台頭してくるかなというふうに予想をしております、えー、今回です、ね、展開の重要なポイントとしましてはやはり逃げ先行馬が肩しかも下り坂の競馬場 最初がです、ね、え下り坂で直線に坂があるというところを考えますとです、ね、やはり差し馬の台頭の余地が高いだろうな差し馬2頭を先行馬1頭ぐらいで,です、ね、え見ていったらいいんじゃないかなというふうに見ておりますこのようなフォーマットに当てはめてです、ね、本命馬そして高評価の馬期待馬ですね、えー、確認していきたいなというふうに思っております。 まずはですね、一番人気が予想されているヨカヨカからかですね、解説していきたいと思います。重賞2着馬のですね、コクランステークス2着馬のですね、2歳ステークス2着馬のモントライゼに勝っているというところはですね、かなりこのまま評価できるんじゃないかなというところですね、お伝えしていきたいと思います。ハイペースをですね、演出する一頭ですね、なかなか展開的にはですね、これまでのレースよりかは厳しくなってくるのかな、一回ですね、ハイペースで逃げているということはあるんですけれども、 極端なハイペースよりですね、ミドル寄りのハイペースでですね、なかなか展開的には厳しい、むしろですね、差しが決まりやすい展開ですので、展開的には厳しいと思っております。九州3馬からですね、一気に相手が強化されるっていうことも考えますとですね、今回はですね、なかなかこの馬、軸馬にはできないなというところがですね、本音でございます。馬券に絡む可能性はありますけれども、期待薄ぐらいでですね、そこまで期待せずに狙っていきたいなというところがですね、本音でございます。 続いてはサルビアについて解説していきたいと思いますえ。勝ち方イコール強さではないとですね、いつも言っているんですけれども、前走5馬審査の圧勝をしました。え前走5馬審査で圧勝したんですけれども、やはり相手関係がですね、なかなかですね、いまいちだったのかなというところですね、お伝えしていきたいと思います。そこまでですね、強い相手ではなかったのかなというふうに思っております。今回はですね、強い馬がですね、ちらほら出ているのですね、楽には競馬はできないだろうなというふうに思っております。もちろん ハイペースになりますし前走ほどですね楽な展開にはならないのかなというふうに見ております 1400m の経験ですねこれではですね他の馬よりもですね一歩リードはしているんですけれどもこの馬もやはり期待薄ぐらいでですね人気もしていますし期待薄ぐらいに留めておきたいなというふうに思っております 続いてはラブケリーについて解説していきたいと思います。この馬ですね、これといったですね決め足や、ね、スタートめちゃくちゃ早いっていうことがないんですね。二の足は速いんですけれども、やはりですねこの馬の特徴はこれだっていうようなですね特徴がないのが少し残念なところではあります。しかし、ですね地味に着順がいいタイプでして1着、3着、2着とですねこのこれまでですね馬券圏内をですね外していないことからも考えますと安定感は素晴らしいと思います。安定感がありですね、川田 もですね G3 なら信頼できるだろうしかもですねこの馬みたいにですね特徴のない馬をですねしっかりとですね先行させて差し切るっていう形がですねできるジョッキーですのでかなり手が合っているんじゃないかなというふうに思っておりますスムーズだったらですね非常に面白い競馬になるのかなというところからですねこの馬、期待にさせていただきます。 続いては2番人気メイケイエールについて解説していきます総合力の高さで言えばですね、この馬がダントツトップじゃないかなというふうに思っております軸馬を決めるんだったら3連複とかですね、えー、副賞軸馬を決めるんでしたらこの馬はです、ね、間違いなく押していきたいなというふうに思っております展開的にはですね、前が速くなる展開でして、えー、この馬大体です、ねまあ、10番手、11番手って書いたんですけれどもスタートさえですね、決まればですね、もっと前に行ける可能性もあるのでですね、えー 定件内に捉えられるだろうなというふうに思っております、えー、前前奏ですね前奏は落差し切りを見せてくれましたし展開も良くてですね実績もあるというところですねこのまま高評価にしたいなというふうに思っております最後はミニアイルについて解説していきたいと思いますミッキーアイル3区祭りでございますで、ね、メイケイエールもですね ミッキーアルサンクなんですけれども、この馬ですね、やはり1200メートルよりも、ね、1400メートルの方が明らかにいいタイプじゃないかなという風に思っております、飛びも大きくて、です、ね、1200メートルよりも1400メートル、しかもです、ね、阪神のですね最初の直線が長いっていうところも、ですねこの馬にとってはですねごちゃつく展開よりかはプラスになるんじゃないかなという風に見ております。さらに、ですね末足この馬の末足は、ですねもうめちゃくちゃすごいものがありますので、そこを信頼、期待してですね、 本命馬にさせていただきました。このようなですね、えー、本命馬ミッキーアイルサンクのですね。ミニアイル、そしてですね。メイケイエールもミッキーアイルサンクですね、えー、高評価においてですね。馬券の方を買っていきたいなという風うに思ってございます。買い目はですね。メンバー限定です。この機会にチームいなチャンネルに入ってみてはいかがでしょうか？ 競馬好きの、競馬好きによる競馬好きのためのチャンネルメンバーシップは大好評でございます。概要欄の馬とミライトというサイトですね。メール登録でですね、チャンネルを支援できますのでよろしくお願いいたします。チャンネル登録をお忘れないようにしてください。さようなら。